バージニア最後の日で、ああやばい、顔むくんでる私。昨日お家のインスペクションが終わって、あの家の中見てもらって、なんか壊れてないかとか見てもらって、あとはもう荷物全部ダーって出さなきゃいけないだけなんだけど、今日何をするかっていうと、バージニアからニュージャージーまで運転していきます。6時間ほど運転がある。で、あの DC とかさ、あの空港あるんだけど、うちの周り、バージニアの周りだけど、その都合のいい日で、ね、都合のいいフライトってなったらジャージーになっちゃって、そう、しかも今ねダイレクトフライトがないみたいだから、今の時期だからどうしても乗り換えなきゃいけなくて、いやもう嫌だけどしょうがないね。そもそんな感じで今日はニュージャージーに、今日はニュージャージーに向かいます。昨日食器とか全部捨てちゃったから、今タオルの上でこのさ朝ごはんを作ってる。どうしてもね、あっちに引っ越してからあれだから、セルフクオレンティーンしなきゃいけないから、それのせいで必要なものをさ、買いに行けないわけじゃん。だからどうしてもそういう宅配系に頼らなきゃいけなくって、でそれもさ、すぐ必要なものだとするとさ、宅配系のものに頼るともう今とかからオーダーしなきゃいけないわけなんですよ。でなんか、もうずっと何、今週はそれで夜子供たち寝かせたら、その何ていうの、あの必要なもの買ったりとかしてるんだけど、もう頭がパンクしそう、買わなきゃいけないものいっぱいありすぎて。このナッツを乗せるよ。なんかメープルがいいんだけど、メープルもうなくなっちゃったから。Where are you going?皆さん聞いてくれる？はあ、すげえ。いろんなところ行ったり来たりしてて、で私一人で、でやっと帰ってきたわけよ。
あのディナー持って帰ってきたらさ、娘の髪の毛にガムがついてたのね。で、あのガムはさ飛行機用に買ったわけよ。飛行機の中でほら耳がさこう飛行機で上の方に行くから耳がボーってなるのを防ぐために子供たちにガムを買ったわけで、そのガムを、まあ、うちの娘は食ってたわけですわ。でどうにかどうにかそれがこの髪の毛であの種子を打ったわけね。でうちの旦那が頑張って取ろうと思ったんだけど取れなかったみたいな。でこれもですね、これもね、ただね、何でもいいんだけどオイルをつけてこうやってあのなんていうの、服みたいな感じでやれば取れるの、綺麗に全部。だけどさ、それを知らない人は切ったりとか引っ張ったりとかして髪がぶち切れたりとかするわけよね、フローレンスさんね。先週は髪一人で切ったし、この人本当にやばいよ。ここのね、俺とりあえずオイルでやったからお風呂入れないと、これから洗って髪の毛。そう、先週はね、先週は自分で髪を切っててですね、この前髪をバサバサっと、ここら辺なんて超短いわけ。こっちはこう斜めにアシメントリーみたいな感じで、ね、カットしててね、朝起きたら。あ、ずるいよね、私が寝てる間に朝早く起きてハサミがあるところを知ってるから行って、家の角に行って隠れて髪を切り、旦那が見つけて私を起こしみたいな。もうさ、普通に最近起きてないから、もうこういうことばっかり、朝はこういうので起きる、びっくりして。あとエディソンがトイレの水を触ってるとか、そういうので起きたりとか。あの二人がね、タッグを組むとやばいんだよ。もうあとはもう家を出るだけになってるのね。でうちの旦那さんが今ちょっと外に走ってって、なんかケーブルのやつとか返しに行ってるんだけど、その間にあれをしましょう、エンプティールームツアーをやってみようと思います。 OK ですか？OK。 そしたらですね、皆さん私のさ、ビログにいっぱいあの家出てくるから分かると思うけど、だいたいクローゼットの中とかは汚くて映してなかったから。そう、まあここが玄関になります。ここが玄関で、このスペースがね結構良かった。あのストローラー置いたりとかできたから。でここからこう入ってって、お部屋がもうすでにあるのね。ここはなんかオフィスとして使ってたんだけど、お客さんが来たらあのゲストルームとして使ってたし、あと私がメイクアップ、私がメイクのビデオ撮るときとかここで撮ったりとかしてて、で、まあ、クローゼットが結構大きめのクローゼットがありました。でここになんか機材とか結構入れたりできたからよかったね。でこの鍵が壊れたから、あれいつも載せなきゃいけなかったんだけど、ここに1個こういった感じのバスルームがあります。この部屋でね、いつもね旦那の髪とか趣味の髪を切ってたんだよね。で玄関に戻ってきてこっち行くじゃない。でそうするとここに私がいつもハングアウトしてた子供たちの部屋だったんだけど、あんまり大きくなかったんだけど、子供たちのツインサイズのベッドが2つ入れられました。でグッドサイズなクローゼットもついてて、3人分の洋服収納できた。で、この子供の部屋のドアの反対側、これがさっきのトイレにつながるわけよ。
こういう感じで。それでですね、怪しいよこの2人。それでここがリビングルームでしょ。それでこれがリビングルームで、まあ、バルコニーもあるんだけど、これがなんだっけ、ボイラーとか、あとなんか缶なんだっけ、なんかAC のやつとかが入ってるやつ、開けられないドアなのよね。メンテナンスの人しかできないやつで、これがまた小さい収納があって、そこは掃除するものを入れたりとか、あと子供たちのなんか勉強系ペンとかなんか本とかなんかそういうのが入ってたじゃん。でこっちに来るとですね、このドア、このドアから行こうか。このドアはこのランドリーがついてたんだよ。いいサイズのランドリーだったから、なんか畳んだりもできたしね。ここにここに収納もあって、これも良かったですね。この向かいになるとバスルーム、こういう感じのシャワーがついてて、こういう感じ。ここで、てか大体家族みんなこのバスルームを使ってた。うん。じゃーん。で、これがね、こういった感じのマスターベッドルームっていうか、まあ、私たちが寝室として使ってたお部屋です。こうやって外が見れて、すごい日当たりが良かったから、このお部屋がまあそのマスターベッドルームとして使ったんだけど、これが私たちのクローゼット。お家はこんな感じでした。はい、楽しんでくれた方はぜひライクをしてください。あ、クローゼット見る？あ、クローゼットじゃないや、バルコニー見る？暑い。バルコニーはこんな感じで、もう超暑いからもうだんだん曇ってきたね、レンズが。ヨガするサイズもあって、とてもとてもいいサイズのバルコニーでした。ということで、これがエンプティールームツアーでした。楽しんでくれた方はぜひライクをしてくださいね。ではまた次のビデオで会いましょう。You? Can you see this? No. Okay. One second. It's not zooming.ドライヤーと、あとこのシャープな、何でもいいです。Okay? どうするかと言いますと、うちの旦那が撮ってるんで今。どうするかと言いますと、ここの間を温めるわけね、ドライヤーで。で、その後ここで、クッってやるの。Okay? Alright, so, take a look!うん、こんぐらいやったじゃん、うん、したらこういうふうにで、壁を傷つけないようにハハ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 。
gonna work, okay? Sweaty. Nice. You see that? Okay, this, this is fine. And after that, you work on this. You're gonna use. But, あれよ。あの、オイル乗せたから、つけたから。Did you put oil on the other one? No. Yes, I did. Oh, wow. I did. But maybe didn't go through. Yeah. But see, it's easy to work them because of the oil. All right. Okay? Good job. That's okay. That's it. Thank you. Mita. Okay, こうやるんだよ。OK? これで、これでいろんなとこ綺麗になったんだから、マジで。こことかついてたんだから。こことかついてたんだから。これとかも取ったもん。OK? あと冷蔵庫もついてたの。冷蔵庫もほら。お、oh, 見える？冷蔵庫も綺麗になったでしょ、ほら。ね ?OK? もう一個ある ?OK? このドアのこの上のところにチャイルドロックがついております。これを私はこれから取るんです。 OK、 こうなってますね。これがこうやって抱けるようになってるの。 OK、 okay. 入り口さえ溶けちゃえば、入り口さえ溶けちゃえば、このさ、周りの方だけ溶けちゃえば簡単に取れるんだよ。これ見て。うちだ。うー。また気まずかった。取れた。綺麗になった。こっち綺麗になった。これ多分さ、あれよ、ペンキの関係。ペンキの関係だけど、ここ俺は賃貸だから、うちらがさ、引っ越したら、もうペンキまた塗るんよ。だから、これぐらいは OK。そう、こうやって、ベイビーのチャイルドロックの硬い、こういうシールを取ります。